新品の靴。めっちゃいい天気。よろしく。初めての増式。おはようございます、山沢です。今日はなんとですね、フィットプレイス24の CM 撮影を行います。8月20日放送予定なんだけど、で今日東京の増式店っていうところで撮影するのね、新しいところ。そこがね、なんと180坪ある超メガジムなんで、僕もね見るのめちゃめちゃ楽しみにしてるんだけど、ちょっとねお楽しみに。ちょっと待って、これはすごいぞ。この外観、建物だね。お願いします。ありがとうございます。さあ皆さん見てください、増式店もうすごすぎる。デザインもねちょっと増式店から変わってるんだけど、まずパワーラック5台ありますよ。やばくないですか。背中のマシン2台あって、これアウターサイト、これはひょっとしてハックか。あ、なんか面白い、これめちゃめちゃいいよ。もうハックとハッカーはほとんど一緒だし。で今日ちょっとまだね散らかってるけど、スミスマシン2台とケーブルマシン2台とね。ここがすごいよ。もうインクラインベンチ8台ありますから、絶対やれるでしょう。今回からね結構レクスコ、上はテクノジムと入ってるんだけど、このねレクスコ僕結構ね良くて気に入ってて、ここの握り手の高さ調整ができるからやっぱ骨格に合わせやすいんですよ。可動域ってほら人それぞれ違うからね。いや最高ですよ、デザインもかっこいいし。こちらが2階のマシンエリアでございます。1階にもインクラインベンチ8台あるのに、2階にもここ5台あるし、ベンチプレスがあって、ケーブルもあって、スミスもあって、2階だけでも完結しますね。ヒップスラストと、これ背中のマシンがね一体になったラットプルとかプーリードとかね。しかもマシンはショルダープレスとかチェストプレスとかもちろん全部揃ってるんだけど、これ超楽しみ。これね、ここにレバーがついてて高さも調整できるんで最高です。あとね、こっちに腹筋マシン2台あって、トレッドミル7台でしょ。あ、待って、俺これも好きなんよ。これ知ってる、みんな、この軌道のねラットプルないから。これはテクノジム、すごい。もう背中も何種類もあるんだけど。ローイング系とね、これプーリードね、足のマシン、レッグエクステーションなんと2台あって、レッグカール、レッグプレス、インナーサイとチンディングとディップスマシンね。もうここはね、東京で1、2を争ういいジムじゃないかなと。ここがね、まあ月額的にキュッパから使えるので、はい、ぜひ皆さんご入会ください。 CM に出てくれる皆さんです。朝早くからありがとうございます。 UV カット 90% しかない、今年3本目ぐらいな気がする。公園から撮影始まるんで、エキストラの皆さんとね、フィットプレスのスタッフがいます。今ね、公園で全員で走るシーンを撮ったんだけどね、もう 50m ダッシュ5本やりましたから、もうみんなごめんって感じだけど、痩せるわこれ。いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、みんなの弁当、僕のケト弁当。みんな炎天下の中ほんと頑張ってくれてね、いい CM になるんじゃないかな。午後はねサイヤマンも来る。どう、確かにこれめっちゃいい。いや、いいっしょ、めちゃめちゃいいっしょ。あ、ここまでスイッチかかるのは。そうなんよ。あ、これはいいね、冗談抜きでね。え、疲労もいいしさ。午後はジム内撮影、よーいスタート。めっちゃ疲れた。ちょっと休もう。仕上がってんね。いやーすごいね、入るから。みんなの差し入れ、4人ともフィットプレイスのスタッフさん。差し入れ、今ね7時前なんだけど、やっと終わりました。ほんとね、お腹もペコペコ。僕よりね、ほんとエキストラさんの方が今日絶対大変だったから、ほんともうみんなありがとう。最高にね、いい CM が撮れたんじゃないかな。腹ペコがやばい。もう急いでご飯作んないと。肩ボール速攻作りました。牛肉200。今日はほんと筋トレしてくれぐらい疲れてんだけど、今日筋トレ飛ばすと明後日のチートデーで筋トレしなきゃいけなくなるから、やるしかない日。よいしょ。この後ね、今日の動画1時間ぐらい編集して、さすがに仮眠してから筋トレしようかな。マジで眠い。これ必ず1日2回寝る前に使ってる寝ちゃかのオイル。ベッドで寝ちゃうと寝すぎちゃうから、こういうねソファーで寝て、まあえて目覚めるようにね。やりますか。筋トレ中の家マジ救い。減量中うまい。
で、この本当ね、家にジムあんのね、めちゃめちゃいい。サボる理由がなくなってしまうっていうね。今日あんまり動画回せなかったんだけど、トレーニング中。これではグルタミン、塩麹で揉んだ鶏肉をね、ごま油で炒めて、これアマニ油のマヨネーズ、完璧。グルタミン飲んでちょうど作り終わるの15分ぐらいかかるからちょうどいい。グルタミン吸収する前に固形物食べちゃうと胃の中で混ざって吸収が遅れるので、みんな聞いて、もうチートデイが楽しみすぎて、毎年のことなんだけども、インスタの保存欄にね、もう食べたいものがどんどん溜まってってて、結局ほとんどいけないんだけど、いやもう丸3ヶ月経つからね、4月1日から減量始めて、7月1日にチートデイなんで12キロぐらい痩せたんですよ。もう食べていいよね。一回逆にさすがに体重の落ちちょっと悪くなってきたから、まあ本当にいいタイミングで一回入れれるかなっていう感じで、ちょっと今回はチートデイの動画回すんで、もうパンケーキとかクレープとか、やっぱ甘いものがめちゃめちゃ食べたいのと、あとやっぱケトってね、ほら米を食えてないから白米食いたいのね。もう白米食べたくしょうがないからね、なんかご飯に合うね、魚か肉か食べたいだと思います。で、フィットプレイスね、今日の増殖店だけじゃなくて新店舗続々オープンしていくんで、パーソナルトレーナーさんもまだ募集中です。ぜひね、一緒に働いてください。それとおかげさまでね、もうプロテイン再販の時もそうなんだけど、めちゃめちゃたくさんの方に買っていただいて、でも何より嬉しいのは、僕はずっとこれは美味しいって信じ続けて出たけど、それがみんなにもそう感じてもらえてること、もう 98%、9% は超うまいって言ってくれてる感覚です今ね。プロテインに関してもそうだし、ジムに関してもそうだけど、やっぱりこのできるだけね、低価格でいろんな人に喜んでもらえるサービスっていうのが維持できるように、で、これがさ、上限じゃなくて、プロテインももっとなんとかね、安くできないかなって、さらにこう挑戦していきたいなと思ってるので、まあもちろんね、あの物価の上昇とか原価の上昇でホエイプロテインってのはかなり難しいんだけど、でもやっぱ僕にしかできないことなのかなとも思う。こんなさ、僕なんてほら個人の一インフルエンサーがさ、大手企業相手に普通だったらとてもやっていけないんだけど、逆にインフルエンサーだからこそものすごいこの初速が作れるのと、そして、ね、広告宣伝費がかなり抑えられることで、その分皆さんにね、安くご提供できてるので、今本当にみんなのおかげで YouTube の視聴率もいいし、チャンネル登録者数もね、順調に増えてきてるので、ますますね、より多くの人100万人に喜んでもらえるようなね、プロテインとかジムを作りたいと思っております。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。チートデー。